アパラチア山脈の断層断層とは、地下の地層もしくは岩盤に力が加わって割れ、割れた面に沿ってずれ動いて、食い違いが生じた状態を言う。断層がずれ動く現象を断層運動という。食い違いが生じた面そのものを断層面と称する。延直線に対して水平な角を断層角0度と定義したため、延直な断層面は90度である。また、 水平面に置き換えた断層運動の方向を走行という。なお、侵食や体積環境の変化、火山岩の噴出、体積などによってできた地層の境界は一見食い違っているように見える場合もあるが、ずれ動いたわけではないため断層ではなく、不整合、非整合などと呼ばれ、区別される。地殻を形成する岩盤には、マントル対流によるプレートの生成、移動、 衝突、すれ違いや火山活動によるマグマの移動など様々な要因で圧縮、引っ張り、ずれなどの応力が加わる。力学的に見ると、先端応力は圧縮応力と引っ張り応力に変換することができ、逆も同様である。つまり、岩盤に圧縮や引っ張りの力がかかると、同時に岩盤をずらして破壊させようとする力もかかる。岩盤に加える応力を、 時間の経過につれて次第に強くしていき岩盤への圧縮や引っ張りを再現する実験を行うと岩盤は初めはわずかに変形し次に多数の小さな割れ目を生じある時に一気に割れる割れ目が直線的で岩盤が原形に近い状態の場合はさらに応力を加えていくと変形して別の割れ目を生じることを繰り返し互いに 強約関係にある多数の割れ目が形成される。地球の近くにおいても実際にこれと同じようなことが発生し、断層と強約断層が形成されていると考えられている。応力のうち地下の岩盤を破壊しずらして動かす力、つまり直接断層を作る力として働くのは先断応力のみである。先断応力が岩盤の強度を上回った時に、 岩盤が割れて断層が生じる。砂丘や泥など地盤を構成する粒子同士の結びつきが弱い場合は、応力が砂丘や泥に作用しても一時的な変形に使われて減衰していくだけで砂丘や泥はすぐに元の形に戻る。つまり、先端破壊が起きないために断層は生じない。そのため、ある程度固まった強度のある地盤でなければ、 断層が形成されない。逆断層は圧縮応力、正断層は引っ張り応力によって生じ、横ずれ断層は圧縮応力と引っ張り応力のいずれかまたは両方によって生じる。正断層逆断層横ずれ断層横ずれ断層。断層の分類には断層の出来方、つまり断層を境にしたそれぞれの動きによる分類だけでなく、 その他の特徴による分類もある。多くの断層は、正断層か逆断層のいずれか、右横ずれ断層か、左横ずれ断層のいずれか、計二つの特徴を有している。縦ずれ断層、縦ずれ断層は、正断層と逆断層の総称。あまり用いられない故障である。正断層、逆断層には、それぞれ常盤と下盤がある。乗り上げている側が常盤。 乗り上げられている側がカバンである。静断層静断層の例、カナダ、ノバスコシア州。補助線入り静断層は、水平方向に、引っ張り汚力がかかっている場所に存在する。地下に斜めに入った割れ目を境に、片方が、他方の上を滑り落ちるような方向で動いてできた、断層。日本では、九州中部の火山地帯などに見られる。世界的には、 アイスランド全土が正断層地帯である。逆断層逆断層は水平方向に圧縮応力がかかっている場所に存在する。左右からの圧縮応力に対し、その力を逃がすために破断面ができて、片方が斜め下へ、もう一方が相手にのしかかるように斜め上へ動いた形で生成した断層。大宇山脈、飛田山脈。 基礎山脈、赤石山脈などの南北に連なる山々は、そのふもとに逆断層がある。関西地区では、生駒山西側の断層が明瞭な逆断層である。逆断層のうち特に断層面の傾斜が緩く、乗り上げが顕著なものを、正常断層と呼ぶことがある。水平面と断層面との角度が45度以下が、正常断層で、それ以上のものを広角逆断層。 ほぼ0度のものを水平断層と呼ぶこともある。横ずれ断層横ずれ断層は、走行移動断層とも故障される。先端応力が水平方向に働いた断層で、ずれの方向によって、右ずれ断層と左ずれ断層とに区分される。断層の手前から見て、向こう側が相対的に右にずれている場合を右ずれと呼ぶ。なお例えば、サンアンドレアス断層のように、 互いがすれ違う方向へ動く、プレート境界における横ずれ断層を、トランスフォーム断層という。一般的な横ずれ断層より活動が活発な、場合が多く、地震を引き起こす頻度が高い。もう一つは、横からの圧縮応力を逃がすために岩盤が、バツ型に割れて、おののがずれ動くタイプである。こちらの断層は、日本の中部地方から、近畿地方に多く見られ、 兵庫県南部地震を起こした野島断層もこのタイプ。一方向の先端応力によって、基本的には罰型。つまり、方向のものと、方向のものの両方が形成され、互いに、協約関係にあるという。なお、協約断層は、横ずれ断層に多いが、縦ずれ断層においても見られる。開口断層縦ずれ断層、横ずれ断層が断層面に対して、平行に、 変異するのに対し、垂直に変異する断層を、開口断層という。マグマなどの流体の貫入によって生じることが多く、断層面が垂直である場合、リフトを形成する。震源断層地震を起こした断層のこと。通常は地下にある。大きな地震では、複数の断層が連動して動く場合がある。 地震断層地震時に地上に出現した連続した割れ目やズレのこと。通常は震源断層の上端に相当する。地表地震断層とも言う。地震を起こした活断層の直接的な地表への現れに限定して、持ち、二次的に生じた小規模な断層は地表地震断層とは呼ばないようにしようとする動きがある。お付き合い、地震断層単独で活動して、 大規模な地震を引き起こしたのではなく、他の地震の結果として、受動的に断層が動いたもの。ただし、震源断層や、その分岐断層と直接つながっている断層は、含まない。2016年熊本地震では230本、以上が発見され、その辺に量は、数センチメートルから数十センチメートルだった。地形と、断層変異には、相関があり、その一部は、 地形から活断層と認識されたものもあるため、過去から類似の断層運動が蓄積している場合もあると考えられる。副材断層断層運動によるズレが地下深部でのみ生じたり、また外れた後に急激に土砂で埋められたりして、地表では確認されない断層のこと。眼光断層大規模な地質構造の変動に伴い出現する断層群のこと。平行断層ともいう。 断層体の伸びの方向と45度程度の角度をなして複数の断層が並んで出現する様子を狩りの飛行に例えて命名された強弱断層同一の応力下で互いに90度程度遮光した断層面が形成され断層のズレの向きが互いに逆向きを示す断層断層面の延長上から見た場合ツやアザ状などの配置にある構造線断層を境に 地質が大きく異なる断層のこと。他の断層よりも長い傾向にある。中央構造線、糸井川静岡構造線、棚倉構造線、仏像構造線、柏崎千葉構造線などがある。火山生活断層火山活動に伴い、火山体周辺に形成される、一過性の活断層である。地球における、断層破壊は、 滑り速度、または時間スケールによって、以下のように分類できる。スロースリップとそれ以外の断層運動が、周期的に連動する現象を、EN、エピソーディックトレマースリップという。強弱断層とは、同じ応力によって生じた隣接する断層、いわゆる強弱関係にある断層のこと。一つの大きな断層の周囲に、小さな断層が多数ある場合、 同規模の断層が多数ある場合に対別される。強約断層同士では、断層面の角度や方向が違う場合も多いが、断層ができる前から順を追って、応力の変化と断層の形成をたどると、その理由が説明できる。なお、強約断層のうち、複数の大きな断層が帯状に連なる、断層群を、断層体と呼ぶ。断層のうち、 最近の地質時代に繰り返し活動し、将来も活動すると推定される断層のことを活断層と呼ぶ。岐阜県水波市の断層。小規模な断層ながら、はっきりと断層破砕体が確認できる。断層は活断層か田舎に関係なく、破砕体などの内部構造を持つ場合が多い。断層破砕体は、断層運動によって破壊された岩石の部分で、 一定の幅と方向を持つ。大規模な断層には大規模な破砕体を伴う場合が多い。モロセ領域における断層破砕体は一般的にダメージゾーンとコアゾーンに分けられる。コアゾーンは断層変ギの大半をまかなう領域で断層、ガウジと断層角力から構成される。ダメージゾーンは 玄岩起源のカタクレーサイトと割れ目の発達した玄岩から構成される。ダメージゾーンは亀裂が密に発達する領域であるため周囲の母岩と比べて洞水性が高い。掘作中のトンネルが断層破砕帯に到達すると大量の水が噴出して工事を一しく妨げる。黒部ダム建設の資材運搬用トンネルである関電トンネル建設工事は 総延長80メートルにも達する大破砕体に遭遇したことで困難を極め、一時は工事の中止も検討された。これが破砕体の存在を日本人に広く認知させた。また、破砕体の岩石は強度が低いため、地滑りの原因となる場合がある。断層面断層面は断層によって切断された岩体や地層の断面である。 ただし数学的な意味での面とは異なり、ある程度の厚さを有する。断層面の両側は、地下浅部では断層がうじ、地下中部ではカタクレーサイト、地下深部ではマイロナイトに挟まれる。断層がうじ断層、がうじは断層運動により岩石が破壊されて、まるで粘土のように流形が小さくなった未固結部分である。破砕体のうち、 コアゾーンの一部を構成する。かつては、断層粘土と呼ばれていた。こうなるとかえって水を通し難くなり、地下水の流れがここでせき止められて、地下ダムのような役割を果たす場合がある。断層隠れ機断層隠れ機は、断層運動により、岩石が破壊されて角張った粒手になった、未固結部分である。破砕体のうち、コアゾーンの一部を構成する。破砕が進むと、 断層、岩石として扱われる。カタクレイサイト地下5から1 0キロメートル程度で、断層運動が起きると、岩石は、ロ性破壊を起こすが圧力によりすぐに固結し、カタクレイサイトが生成する。マイロナイト断層の深部では、温度が高いため、モロ性破壊を起こさずに、蘇生変形を起こして、マイロナイトと呼ばれる再結晶した岩石が生成する。 昔の断層深部にあったマイロナイトが流気侵食によって現在では地表で観察できる場所もある。シュードタキライト断層運動時に生じた摩擦熱により岩石が溶融しその液体が周辺の岩石中に貫入して冷却、固結するとシュードタキライトと呼ばれるガラス質の岩石が生成する。カタクレーサイト及びマイロナイトに伴って産出する。 ありがとうございます。